はい、今回は荒川の戸田橋緑地グラウンドから、お送りします。まず、チームのお名前と名前をお願いいたします。隅田ウィングス、監督やってます川上と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずチームの設立はいつ頃になるでしょうか。13年前ですね。はい、わかりました。練習の日時はいつやってられるんですか。今中学校が学校授業がありますので、だいたい2時から、今、夕方6時までという練習時間になっております。はい、今年と去年の成績を教えていただけますか。今年は隅田の大会で、とりあえず準優勝、はい、そして夏の、アンダーアーマー大会、出場、そんなところですか。はい、チームの考え方を教えていただけますか。チームは高校野球、向かっていく子どもたちに、少しでも、礼儀作法、はい、マナー、道具の、清掃、できるような状態を、コーチスタッフに教えています。はい、費用の方ですけどいくらぐらいかかるんですか。月4,500円。あと合宿とかはやってられますか。合宿はやってます。はい、年に1回。年に1回ですね。1回ですか。はい、どちらで。秩父の方で、3月に。あ、そうですか。はい、わかりました。あと今選手は全学年で何人ぐらいいらっしゃいますか。26名ぐらいですか。はい、練習試合での呉服系の手伝いは必要でしょうか。やっぱり必要ですね。はい、わかりました。あとは例えば入部したい希望のお子さんの体験の参加などは可能でしょうか。それはもういつでも、やっておりますので、ぜひうちのチームの雰囲気、環境、技術指導、見学したいというのはいつでも OK です。はい、ありがとうございます。最後になりますが、監督さんから入団希望の本人ご不敬になんかメッセージがあったらお願いいたします。いつも、弱いチームから、徐々に、練習量を増やして、強くして、都大会を優勝するという目標で、日夜努力しています。はい、今日はちょっと試合前のお忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。